フィーダーユニット。HU200 に搭載されているフィーダーユニットは、ハンダ線形 0.3mm から 1.6mm のハンダを使用することができます。ハンダの線形に合わせたチューブユニット、プーリーユニット、ハンダ送りガイドセット、テフロンチューブが別途必要になります。フィーダーユニットは、ハンダ付け条件設定の際、1次ハンダ、2次ハンダ、 3次ハンダ、それぞれの送り量、送り速度、戻し量、戻し速度を細かく制御することができます。作業中にハンダ詰まりやハンダ切れが発生した場合、エラーを検知するセンサーを搭載しています。また、ハンダボールやフラックス飛散を防止するために、ハンダに V 溝の切り込みを入れる機構が搭載されています。V 溝の切り込みをすることで、 フラックスやハンダの流れが良くなります。高速度カメラの映像で確認してみましょう。